い、皆さんこんにちは、愛の戦士です。さて、前回はフランスのパリをクリアしたんで、今回はイタリアサピエンツァに行ってみたいと思います。うわ、すごいリゾート地みたいなとこだね。いいね、めちゃくちゃ楽しみです。じゃあ早速目的見ていきましょう。おはよう47。おはようございます47です。サピエンツァに向かってもらうわ。アマルフィ海岸の宝石と呼ばれる町よ。標的は私たちの元クライアントである。元クライアントなんだ。生物工学のスペシャリストで、うん、今はエーテルコーポレーションに雇われているわ。幹細胞研究で高い評価を受ける彼は、やるやん、恐ろしいプロジェクトに関わっている。なんだって？それは特定の人間を選んで感染させることができる DNA 特異型ウイルスの開発。強すぎる。それはやばいよ。あらゆる方向に撃つことができて、標的だけを確実に仕留められる弾丸を想像すれば分かりやすいかしら。いや、めちゃくちゃ強いやん。誰の目にも見えず探知もできない代物よ。いや、それは殺そう。もしもカルーソを止めなければ、誰もが何のリスクもなしに他人を殺せる。それはやばい。デスノートすぎる。それは殺そう。すぐ殺そう。今すぐ殺そう。クライアントは匿名の大手株主で、うん、このプロジェクトを中止させたがっているけど、うん、エーテル自体が潰れることは望んでいないわ。何？依頼内容は、うん、シルビオ・カルーソーの始末とプロトタイプの未完成ウイルスの破壊、うん、なるほどね。カルーソーの研究所を指揮するフランチェスカ・デサンティスも始末する必要がある。あ、今回も2人いるんだね。彼女はカルーソーの研究内容をよく理解していて、彼の後を継いでプロジェクトを続行させる可能性があるの。47、これは今までのどの任務とも違う。簡単ですよ、殺しゃいいだけでしょ。私たちの仕事だけでなく、うん、理念にも大きく影響を及ぼす。任せてくれ。この47、許されない。狙った獲物は絶対に逃さない。準備は一任する。よし、準備は一任してくれ。任してくれ。今回のプランニングはイタリアスーツやばすぎ。マフィアだろこれ、完全に怖すぎる。やっていきましょう本編。サピエンツァにようこそ47。来ました。シルビオ・カルーソーの屋敷は広場の向かいよ。わ、地下のどこかには最新の設備を備えた研究室があるわ。わ、水着の姉ちゃんいいじゃん。外出恐怖症になったカルーソーのためにエーテルコーポレーションが用意したの。外出恐怖症なのか。近づくほど外に出してやるぜ。セキュリティレベルは上がると考えて。幸運を祈るわ。あ、こいつ姉ちゃんの隣何やってるんですか。おい、さっきチラチラ見てただろう。そんなに見たけりゃ見せてやるよ。いや、でもババアっぽいな。あ、でもわからん、可愛いかもしれない。何読んでんだこのイタリアンマフィア。行くぞイタリアンマフィア。よし、目的地はどっちだ。あっちの方だな。なるほど、見えないけど、まあ、あっちの方に2人いるのは見えた。ここは多分無理だよね。あんた、ここを通る許可がないだろう。すまない。あ、すいません。いや、ここは通る許可がいるんだよ。こっちは、こっちの方は、なんかすごい海辺で遊びたいんだけど俺。もう何も関係なく海辺に行こうぜ。うわー、誰事故っちゃったの。そうだ、サピエンツァの大きなお屋敷に住んでる町一番の金持ちだよ。知ってるだろ。ああ、なんて、しっかりしてくれよ。この花は今日中に届けなきゃいけないんだ。お花屋さんの、わ、引いてんじゃん人。大事なお得意様だぞ。人引いとるやんけお前。もし注文が取れなくなるようなことがあれば絶対にクビになっちまう。なるほどね。今日はイザベラ・カルーソーの命日よ。あ、そうなんだ。カルーソーは彼女の墓に備える花を注文しているわ。墓参り中なら誰にも邪魔されずに近づくことができる。それには花が必要ね。いい子じゃん、いい子じゃん。ウイルスを作ってること以外はな。おいおい、分かった分かった、俺が何とか。大丈夫か。大丈夫か。言いちまったのか。伸ばしてたろ。いや、まだ生きてるな。なんでわからないんだよ。見えなかったんだよ、太陽が眩しくてな。サングラスしろよ、間抜け。もう少し近かったら死ぬとこ。あそこなんかインスタグラマーみたいにいる。だよ。で、大丈夫か。はあ、危ないところだったが。危ない。大丈夫だ。いや、ヘルメットしててよかったね。もっとはっきり合図を出すべきだったかもな。いや、もうね、お互いがお互いで悪いところあるから。お前さっき YouTube みたいに撮ってただろ。お前それネットにアップする気だろ。ダメだよそんなことしたら。これは配達員に変装しようとりあえず。いいからこっちに来るんだ。よし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 、バレない位置に持っていこう。バレない位置に持ってって変装。よしよしよし、この辺までしか連れていけない。よし、これでいいだろう。これでバレない。花を手に入れる。あ、やばいやばい、こいつ持ってきちゃったよ。いや、相棒。いや、相棒。ちょっと、あんた誰だ。いや、俺は配達員だけどな。どう見ても配達員だ、私は。じゃ、じゃ、そういうことで。いや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 、おかしいおかしい。すぐに。なんのことだ。
タフが。お前も寝ておけ。お前は事故ったんだここで。お前らはここで事故ったんだ。じゃあ花を手に入れた。配達でーす。よし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 。目撃者はこれで消えたな。私は素敵な町のお花屋さんです。どうもお花を配達に参りました。シュルビオカルーソーさんに。ボディチェック受け、あ、待って、ボディチェック受けなきゃいけないじゃん。ちょっと待って、銃持ってたらやばいぞ。いや、これはここに置いとこう。よし、私は何も持っていない。よし、銃は置いてきたからこれで大丈夫だ。どうぞボディチェックしてください。よしよしよし、大丈夫。殴りかかるわ、草ってわけじゃないだろ。よしよしよし、あ、股間はやめてください。股間は触らないで、敏感なんで。行っていいぞ、ご協力。ありがとうございます。よしよし、もう1ヶ月。よし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 、とりあえず入ったのだ。よしよしよし、まずは上出来といったところか。47、うわうわー、これかっけえな。これもらっていこうぜ。これ乗れねえのかよ、三角で。うわかっけえ。あ、そっか、屋敷の執事に話しかけなきゃいけないけど、とりあえず俺はこのお屋敷を満喫したい。うわー、オス殺害するやばすぎる。さすがに罪をない人間を殺すの早いぞ47。なんか重要そうなやつがいたら。あ、これまた毒漏れるんか。我また毒漏れるで、我。どう見ても花屋です。すごいな、下もフィールドあるんだな。海の方も行けそうだよな。あれ海の方も全然行けそうだ。あと可愛い姉ちゃんナンパしに行こうぜ。あ、あいつじゃん。どう見てもあいつでしょ。監視カメラに記録された。どう見てもあいつじゃん。お花直接はやばいね。カルソよ。なるほどね、カルソ歩いとるやん。花屋がこの自分の屋敷の敷地内歩いてんのやばくない？取り巻きのくりしようぜ。セキュリティの都合上、ここでは荷物を一切受け取れないんだ。あ、そうなん？お前に構ってる時間はないんだ。そうなん、残念やな。じゃあお花、うわ、こういう物騒ですよそんな。ケーブル係？あ、いや、フレディ配達員だな。失礼します。フレディマーキュリーみたいな人いる。怖かったわ。執事おるやん。おい執事、後ろやで。後ろだ。俺が殺し屋だったらお前は死んでいたな。カルソさんにお花をお届けに上がりました。耳元で支えてる。お前を殺す。カルソ夫人のお墓に備えていただきましょう。ご案内しますのでついてきてください。ああ、私の顔を見るわ。ついで。愛情深い息子さんなんです。なるほどな。こっちかね、執事君。わあ、すげえ綺麗な庭じゃん。これずるいぜ、これこんなに住めんのいいな。抑え込むな。待て待て、落ち着け。47、まだ抑え込むな。こっちの方に墓地があるんだな。すーげえ、マジで綺麗だな。執事君、だいぶ遠くないか。この下なのかな。監視カメラに記録されてる。いや、俺はお花屋だからな。階段を降りていったところの崖の近くです。なるほど。カルーソー様に知らせてきます。ああ、じゃあこれはもう殺せるじゃん。もうやれるやん。もうやれるやん。いや、でも目撃者がいる。目撃者がいるのまずい。こいつらどうする？いや、こいつら顔が割れちまう。なんか、やばい、バレちゃうからな。でもカルーソー来ちゃうよ。墓王に添える。タムゲの花。カルーソーへのタムゲの花だぜ、これは。アプローチ完了。え、追跡されてんの俺。いや、追跡されるわけがない。俺は、お花屋さんだもん。あ、来てる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 。やばい、でもお月の人いるんだけど。どうしよう、これ。どうする？お次の人いるけど。しばらく一人にしてくれるか。ああ、よかったよかった。いいから黙って出て行くんだ。出てけ。エーテルが文句を言うようなら。出て行け。余計はメモで出て行けっつってるだろう。ちょっと行け。程よい陰キャ感いいな。俺と同じシンパシーを感じるぜこれは。いいね。もうバレてないよ。バレてないよハゲ。ハゲ全然バレておりません。アーメン。さあ祈れ。もっともっと祈れ。もっと祈れ。もうすぐだよ母さん。もうすぐ世界に。やばい。うるさい。うるさい。この野郎。こっちに来るんだ。うるさい。うるさい。もうすぐだ。いや、もうすぐだ。お前を地獄に送れるのもうすぐだ。こいつ降ろせないかな。俺さ、破棄する。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ほら、お前も行くんだ。母さんのところに行ってやれ。
ハンさんのところに行ってやるんだ。いや、もっと下まで落ちてくれよ。引っかかってるって。フランチェスカデサンティスよ。被害者が発見された。あ、別んとこやな。別んとこだ。やばい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 。やばい。私は花です。私はどう見ても花です。やばい、変装バレてる。やるしかねえ。食らいやがれ。食らいやがれ。うわ、ここカードリーダーがいる。ノックアウト。うるさい。このこのやばい、やばい、やばい、うるさい。うるせえ、この野郎。ノックアウト。よし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 。いや、これ変装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 しよう。いや、私はボディーガードですよ。かっけーかっけー。ワイルドすぎる。こいつも落とせ。発揮する。ポイーよし、ポイーボディセブン。やばい、早く発揮するんだ。ポイーこう、かけられないの。カードリーダー、あ、投稿のふりしよう。投稿、すいません、すいませんでした。ごめんなさい、ごめんなさい、すいませんでした。許してください。許してください。許してください。本当に悪いと思ってます。嘘ぴょーん。嘘だよ。どっか、おらっ。いや、めっちゃ来ちゃう、めっちゃ来ちゃう。おい。ハゲ、ハゲやばい。ハゲ、みんなを葬らなきゃいけなくなっちゃう。やばすぎるぜ、ワイルドハゲ。ワイルドハゲちゃん。ハゲちゃん、ワイルドだろ。ワイルドだろ。ハゲちゃん、この前襲いかかってきたやつ、海に落としてやったぜ。ワイルドだろ。許してください。許してください。射撃中止。許してください。ハゲ逃げて。やばい。やばいやばいやばい。痛い。痛いよ。撃たないで。撃たないで。撃たないで。待って。やめて。撃たないで。やばい。やばい、ハゲまずい。ハゲまずいよこれ。どこに隠れる。どこに隠れよう。ここなら大丈夫。よし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 。ハゲ逃げて。やばい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 。すまん、すまない、すまない、どいてくれ。あいつはお前に何かある。俺はやばい。これはなんだ、ここどんな、俺がどうなって。うるせえ、助け、うるせえ。よしよし、変装しよう。よし、これで私は一般人だ。どう見ても民間人だな、これ。これ、この箱の中入れよう。バレないバレないバレない。全然バレてない。これ何、庭師か。これ庭師っぽいな。これ庭師だ、ハゲ。よしよしよし。あ、待て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 、やめろ。おらっ。さあ、こっち行くんだ。ノックアウト、ノックアウト。よしよしよし。こいつ強いんじゃない。こいつに変装しよう。こいつ、この警備員みたいな絶対強いぞ。これよし、この銃も私が回収しておく。これかっけえ。これ絶対強いぞ、これ。ハゲいいぞ。ハゲ、何にあやめたんだ。あ、もう入らないんだ、これ。死体の収容人数が決まってるのだ。じゃあ、しょうがないからここにしよう。バールもいっぱいあるわ。めちゃくちゃあるわ、この辺アイテム。あ、この下もあるじゃん。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。もうシャベルは完全に大丈夫。これは持ってても何も言われない。ほら、掃除機オンにしたら誰か来る。殺素剤は神、殺素剤は神。わ、ここなんかすごいいろんな人しまえるし、なんかいるな、あそこ。あそこなんかいる。いや、でも大丈夫、私はバレてない。私はただの警備員だ。君たち、今日も元気に警備をしているかな。79年がヴィンテージものって知ってたか。なんだこれ、高いやつだ。ワインか。あれ、カードキーじゃねえ。あれ絶対カードキーかなんかだよな。おい、あんた、あれ落としたんじゃないか。やばい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 。誰か見に来ちゃう。やばい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 。サイレントアタック。いや、お前も何使ってんだこの野郎。よしよし、これはこれ、あ、これ来た。バイオ研究所のカードキー。よしよしよし、俺は研究員になり変わる。ここで私が研究員だ。どう見ても私が研究員だ。よし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 。で、この箱の中入れられるな。じゃあ入れとこうぜ。こういうのはね、絶対入れといた方がいいから。ナイス、ハゲ、ハゲ研究員です。私はハゲについて、毛根について研究しております。よろしくお願いします。君もこんなところで寝てると大変なことになるぞ。風邪をひいてしまうからな。さあ、君もこっちの暖かいところで寝ておくんだ。よし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 。ハゲ研究員、さすがです。ここら辺は真っ暗で何も見えないけど、あ、でも結構人いるね、ここ。結構人いるわ。研究員はここ行っても大丈夫な人。ハゲ研究員は大丈夫な人だ。
もう地下通路に繋がってる。ハゲ研究員はこっから出ても大丈夫そうだな。これどこに繋がってるんだ。Uターンしてきた道を戻れ。あ、すいません。そこで止まってくれ。通られちゃ困る。ボディチェック受けたらええよ。さあどうぞやってくれ。またそうやって心配するな。単なる手順の一つだよ。エルド人みたいに私の体を好き勝手するんでしょ。好き勝手やられちゃう47。問題なし。ありがとうよ。監禁施設47っていうタイトルにしようぜ。47時間。カードキーを開ける。監禁施設47、47時間の監禁。いやー、やられちゃうよ、47。トンカチ持ってたけど、トンカチは、なんともなかったな、ハンマー。うわ、これ何こんなとこなの？こんなところでやってるんか。うわー、あの飛行機で逃げられない。たどり着いたわね。ウイルスのプロトタイプまであと少しよ。隔離された部屋を探して。ロジャーです。いやー、すげーな、こうなんか、アクションゲームのさ、ワンステージだもんな、これ完全に。うわ、めちゃくちゃ人いるけど、これ大丈夫？コインとか使わないとやばそうだな。大丈夫これ。いや、やばそうですけどね。あの中へ行かなきゃいけないんじゃない？絶対あの中でしょ。じゃあどうやってあの中へ行くのかと言われましたら、こん中は。な、こん中いろいろあるな。こん中でなんかしないといけないんじゃないの？で、ここでカードキーでしょ。いや、ここでカードリーダー使うけどさ。使うけどだよ。使うけどじゃない？大丈夫これ。あ、ブレンディング。大丈夫ですね。ここには何もなさそうだな。隣へ行こう。隣へ行かせてもらおう。開けるぞ。わあ、ここだ、ここ。絶対ここじゃん。100% これだよ。変装しよう。いや、これ最強。これならもうわからないでしょ。誰が誰だか。これはもう無敵だよ。この装備無敵すぎない？お邪魔しまーす。いや、ここすごい。バイオハザードみたいになってきた。おー、で、あ、問題のあれか。あれだな。よしよしよし。君たち、ご苦労だな。で、問題のは、あれ、どれだ？どれ？これか。真ん中のこれか。数値は全て良好。良好だ。よしよしよし。こらっくらい。全部良好だ。温度上げる。ピッピッピッ。やめろ！お前何を見たんだ！お前は何も見てない！忘れるんだ、早く。早く忘れるんだ。これね、これでもういいのかな。完全なる異常事態です。オッケー、ウイルス最初。あともう一人、メスだけだ。ターゲットはあと一人よ。あと一人。よし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 。みんな気づいてないのだ。これで行こう。やめろ！来てはいけない！こっちに来てはいけない、お前は。ダメだ。この先危なすぎる。温度が熱いからな。これ以上こっちに誰も来てはいけない。これすげえな。海沿い歩けんのか、これ。もう海沿い歩けますよ、これ47。わ、こっちから行けんのか。監視カメラあるわ、こっちの方。こっちから出られそう。いや、不法侵入ですよ、不法侵入。まずいぞ47。こっち何があるかわかんねえ。え、何これ、大砲あるんだけど、これやば。わ、これ、わ、装填したら大砲でなんかやれるよ、これ。なんか島流しにしてさ、やるんで、ヨットにさ、送って。絶対大砲キルあるもん、これ。火薬はあるんだけどな。いや、押せないな、なんか他の手順が。あ、分かった、大砲の使い方読まなきゃいけないんだよ、多分。どっかから大砲が使えるわ。47しなきゃいけないんだわ、これ。いや、でもいいもの見つけたな、これ。いや、めちゃくちゃいいもの見つけた、これは。でも、あ、大砲、砲弾いい。こんなんなんぼあってもいいですからね、砲弾なんて。なんかいるな。脳筋47するか、これ。ごきげんよう。やばい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 。撃たれる撃たれる。大丈夫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 。俺は誰にも見つかってない。大丈夫大丈夫大丈夫。ごきげんよう。食らいやがれ。変装しよう。屋敷警備員です、私は。変装バレた。じゃあお前だ、お前。同じ服装。まずいまずい。こいつは？こいつは？同じ服装かよ。なんでだよ。ハードバー、俺のサングラスどこ行ったんだよ。あー、待て。なんで、お前はなんで俺に気づいてねえんだよ。そしてなんで気づいてねえんだよ。いや、お前も何やってんだよ。何ファイティングポーズしてんだよ。おら、チョップくれ。え、そう、庭師です。どう考えても庭師です。どこからどう見ても庭師でチョップ。あー、ここに繋がってくるのか。サイレントアタック！やばい、追跡されてるのまずくない？追跡されてるのは非常にまずいよ、これ。一体何をしてる？
何をしている？私にも分かりません。私にも分かりません。許してください。待て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 、どこにあぐれてる。フォーティセブン逃げろ。フォーティセブン、これまずいぞ。失礼します。お邪魔します。やばいやばいやばい、すいません、ちょっと隠れさせてください。やばい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 、やめろやめろって言ったこの野郎、バカ野郎が。やめてください、やめてください、許してください。本当に許して、本当に許して、何もしてない、僕は何もしてないんです。47なだけなんです。ただ血なめちゃくちゃまずい、血なめちゃくちゃまずい。血なめちゃくちゃまずい。やばいやばい、またガタイのやつ来てる。やばい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 、うわうわ、挟まれた挟まれた、まずい、挟まれてるのまずい、これ非常にまずいよ、これ47。だから人は殺さない、私は決して無益な殺生をしない。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、これいいんじゃない、全然怪しまれてません、これは。やばい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 、誰かいる誰かいる、なんだこいつ。ちいけ、やばい47。いや、トイレトイレトイレ、便所切るしよう。勝手に開けるな、私がまだおトイレ中だろ、勝手に開けるんじゃない。閉じて47、閉じて。あ、バイオ研究所のカードキーとかもういい。いや、お前こっちにいるな。閉じて47、一回閉じよう。よし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 、これならバレない、これなら全然バレません。なんだお前来るな、私がおトイレ中だろ、お前も私がおトイレ中だろ、勝手に覗くんじゃない。君たちはマナーというものを知らないのか。まったく、これがレディだったらどうするんだ。お前も来るんじゃない。来るんじゃない、来るんじゃない、お前たち何やってんだよ。いや、来すぎだろここマジで。ちょっとどうすんのこれ、バイオ研究所の鍵、やばすぎ、やばすぎます、これは。いや、来すぎ、やばすぎ。やめろ、47最強伝説。いや、死体の山なんだが。いや、めっちゃ来る、人やばい、人めっちゃ来る、やばい。どうぞ、エリア内に気の狂ったやつがいる、気をつけろ。やばいやばいやばい、そういうゲームじゃないって47。やばいやばいやばい、やつは何やってんのこれ。おら、やばい、めっちゃ首折ってんじゃん俺。今気づいたけど俺めっちゃ首折ってたやん。47まずいよ、気の狂ったやつって言われてる47。いや、マジで気狂ってたと思うよ。自分をブルースリーと思い込んだやつがその画面に空手チョップをしているようだ。自分をブルースリーと思い込んでるやつが人の画面に空手チョップをしているようだ。ここは何、ここなんか、いとこが来てるなんて言わなかったじゃない。ああ、あのミラン出身のハンサムな私立探偵のことが気になるみたいだな。いいでしょ、素敵だもの。これ本当は言っちゃいけないんだけど、彼は今回仕事でこっちに来てるんだ。依頼主はフランチェスカ・デサンティス。知ってるだろ、カルーソーの屋敷にいる女だ。本当？どんな依頼なのかしら。俺から聞いたって言わないでくれよ。で、どこであいつを見たんだ。ちょっと先にあるベンチで寝てたわ。なあ、猿に間違いない、夜更かしばかりしてるからな。なんだこれは。サル・ファルコーネ、ミラノ出身の私立探偵、過去にカルーソーの依頼をこなしているわ、うん、今も続けているのか、それともデサンティスが単独で動いているのかは分からない。明らかにする方法は一つだけのようね。なるほどね、こいつか。何寝てんだよこれ。何、オイル漏れを起こす。やば、バレたらまずいっすよ。いや、自分はオイル漏れとか絶対起こさないっすけどね。オイルが漏れてる、オイル漏れちゃう、大変だ。わあ、オイルが漏れてる。起きて探偵さん、起きて、起きて探偵さん、起きて。よし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 、これ完全に起きましたね、あれは。完全に起きたということは、これでどうなるんだ。あなた、何をこそこそ嗅ぎ回ってるの。いや、そんなことしないです、私は一般人です。どうですか、わかりました、すぐにですね。それじゃあ今から行きます。はい、不当に行くんだ、探偵に変装するんだこれで、うん、不当に行くんだ。セクシーな声だな、お前何を考えてるんだお前。いや、これどこで変装するのこれ。ほら、早く早く早くするんだ、早く気づかれないうちに。よいしょ、ぽい探偵ぽい。
賞味期限切れのスパゲティソースはこれは絶対持っていく。よしよしよし、私は探偵だ。お、お姉さんどうだい、僕が君のいろんなところ探偵しちゃおうかな。やめてよハゲ、あそこってことは海に突き落とすんじゃないのこれ。いや楽しみで仕方ないね探偵。いやすいません、今来たところなんです、遅れちゃったかな、はあ、スパゲティソース持ってきたからこれで許してもらえないかな。いや遅刻しちゃうな。デサンティスに不当出会う。でもデサンティス来なくない、デサンティスは来ないな、まだいなさそうだけど。これここで待つんかな。おい来たで、提案ね、すぐにデサンティスがやってくるわ。うん、今回の探偵は騙せないでしょうね。うん、いや来た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 、47初デートみたいになってる。おいおい保護者同伴かよ、彼氏二人連れかよ、やばいやばい、これちょっとやばい。こわもてのお兄さんたちも一緒に来たけど大丈夫47これ。おー怖いよ怖い。よし私が探偵だ、よく来てくれましたね。来てくれたんですねデサンティスさん、僕ですよ。ファルコーネさん、はい、少し場違いな雰囲気ね。それで依頼内容は、依頼内容はここはちょっと人が多すぎるわ。なるほど、じゃあ行かせてもらいましょう。いやこれ人多いからな、こいつ海に落とせないのか、気絶させるサイレントアタッカーやばすぎるでしょ。ちょっとお前たち来んなよ。あ、よし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 、いなくなったな。こんな人気のないところに連れ込んで、ここまで来れば十分ね。ファルコネさん、今回のお願いはかなりおかしなことに思えるかもしれないのだけれど、もし気が変わったら連絡してちょうだい。やばい、行っちゃう行っちゃう。おらっ、よし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 、さらばだだだ、こいつどうしよう、こいつまだ気絶してるだけだから。奥の手ナポリタンバスター、ナポリタンバスター、ああ、よしよし、ナポリタンバスターを食らえ。よし、今のうちだ47、今のうちにこいつを沈める、この女を海に沈めるしかない。落ちろ、落ちてしまえ、ポイー。47、47沈んでった、浮いてる浮いてる、浮いてるって甘いよ甘いよ。47どっから脱出すんのこれ。いや抑え込む、もう意味深でしょ、いい加減にしてよ、意味深でしょ、抑え込む、やめろ47。抑え込むな、抑え込むな、47、47やめろ、やめろ、何やってんだ47。やばいよ、通りすがりのやべえやつだよ。危なーい、危ない、最低、47最低だよ。やばすぎるだろこいつ、マジで気違いだろな。47何やってんだよ47。うわめっちゃ後ろで人走ってるもん、追いかけてきたやついるもん、ただのいたずら小僧なんだよな。これ絶対やれるよな、この位置からで、ここから入れるんだよこれ、火薬入れる、火薬込めて、火薬込めて大砲を装填するんだよ、大砲装填、よしやれ47使え。よしこれで、ね、多分おびき寄せんだよあそこに、これで撃ち殺すんだよ。あ、じゃあじゃあし、これちょっとセットしておびき寄せようぜ。これもうそこで待ってんだな、これ待ってるってことは、じゃあもう上にセットしてきたあの大砲でやれるってことだ、多分ターゲットあそこにいるよな、撃ち込め上げ、じゃあ発射準備を、んー強化する、発射、おいった、おー、やった、ターゲットいいのした、いやターゲット倒した、よし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 、やばすぎやばすぎる、あまりにも豪快すぎる、こんなとこにも船あんだな、よしハゲよくやった、さよなら。いや大砲はやばいな、大砲マジ半端ねえな。